Hey guys, Sal here. Welcome back to more Don Machi Memoria Freeze. It is time for the next episode. 私夜勤明けなのに。緊急時なんだからそんなこと言ってられないでしょ。おい。王国が終わり次第窓口へ向かえ。人が足りん。Child wasn't attacked, you dick. How dare they accuse her of attacking the child? 班長ですが。ギルド長がお呼びだ。I like how everyone just really raging upset and loud. お呼びでしょうか? But then they just went completely silent and those two could talk. Totally makes sense. この指令書をヘスティアファミリアのベル・クラネルに渡せ。クラネル氏に? 詮索は禁ずる。これは極秘の任務だ。Exactly. Listen to the right man and give it to Bell. Gildo はヘスティアファミリアにミッションを発令する。Just don't put two and two together to suss out the fact that they're involved in this case. ミッションですか?うん。知ってると思うけど、ミッションはクエストと違って、ギルドから下される強制任務、拒否することはできないの。普通はもっと大きなファミリアに出されるんだけど。なぜヘスティアファミリアが指名されたのかはわからなくて。Come on, you're smart. You can put two of the two together. To the 20th floor with the dragon girl. Hey, I can read that. そんな、なんで、どうしてギルドがフィーネのことを、ベル君? Have I learned how to read Don Machi text? Oh my god. 大丈夫? I've evolved. 大丈夫です。ねえ、ベル君、相談して。私は君の力になりたい。だから。失礼します。Anna, I know you like him, but you can't get involved in this type of situation, at least not yet. バレたっていうのか、昨日の騒ぎで。いえ、もしそうなら動きが早すぎます。ウィーネ様の種族まで認知している。もっと早い段階で知られていたとしか。しかし、ギルドの狙いがまるでわかりません。リリたちを拘束するわけでも、ウィーネ様の引き渡しを要求するわけでもなく、ダンジョン20階層へ向かえ、なんて。なぜ、ウィーネ様も一緒なのでしょうか。わかりません。何かをさせるつもりなのか。そもそも行けるのか?俺たちだけで20階層に。それは…全員が初めて行く階層だ。安全もクソもない。一発勝負なんだぞ。春姫様の魔法を使い、レベルを上げれば、
階層の到達基準は満たせます。ただやはり危険な探索となるのは間違いありません。どうするのですか。もとよりリリたちに拒否権はありません。ごめん。こんなことになって。 It's not your fault。 リリ様。It's not like you regret bringing Vina up here, do you? どうか後悔しないでください。私は皆様に助けられ、今幸せです。ウィーネ様もきっとそうでございます。ですから。She's got a point. Why'd you gotta ruin the moment? Come on. まあ、謝るなってことだ。ファミリアってのは支え合うもんだろ。自分たちは一蓮托生です。だろう、リリスケ。仕方ありません。リリはベル様のサポーターですから、どこまでも付き合います。リリ、ヘスティア、What are you thinking? ベル、話があるんだ、いいね。ダンジョン。うん、一緒に行ってほしいんだ。いや、いいね。怖いけど、みんなと一緒なら怖くないよ。いつも守ってくれてありがとう。ベル、大好き。Oh, geez. Hey. Omera! Hestia Familia Hare! Shari Dixu. Ugoita ka?ベル君たちをおとりに使うとは、ウラノスのやつめ。あとは頼んだぜ、アスフィ。ベル。大丈夫だよ。神様、行ってきます。ああ、気をつけて行ってくるんだよ。さてと。君か、僕を呼び出したのは。
お初にお目にかかる神ヘスティア、そしてこのようなご足労恐縮する。眷属が立った後、第七区画四番街路へ来られたし、神聖文字でのメッセージなんて回りくどい真似を。君は本当に人なのか？その感じは。やれやれ、神の前ではどんな変装も形なしだな。急げベル。ファイヤーボレット。この先が19階層、ここからが本番です。最後の確認です、ベルフ様。魔剣の数は3振りだ。使わずに温存してる。春姫様は19階層に入り次第ベルフ様にレベルブーストを。はい、ミコト様はスキルで。分かっています。モンスターの索敵は自分に任せてください。行こう。こんな道があったなんてね。この抜け道の存在を知る者はほとんどいない。ましてや使用した者となれば片手の指でこと足りる。これは君の主を逃がすために作られた抜け道かい？お、行き止まり？私の役目はここまでだ。久しぶりだな、ヘスティア。やっぱり君か、ウラノス。今回のミッションは君の独断か？そうだ。ベル君たちは無事なんだろうな。彼らが向かったのはダンジョンだ。保証はしかねる。フィーネ！ベル！僕の後ろに！下がれベル！せよ！新手が来ます！Shot. これが20階層か。
すみません、貴重な魔剣を。いや、あれでいい。少しでも遅れていたら危なかった。ベルフ、リディ、平気？お？ああ、大丈夫だぞ。よかった、よかったね。皆さん、お強いですから。ベル殿、やはりモンスターはウィーネ殿ばかり狙ってきています。はい、できる限り護衛につきますが、先ほどのようにいきなり襲われると。大丈夫です、ウィーネは僕が絶対守ります。僕が呼ばれたのはウィーネ君、あの竜の娘のことでいいのかい？彼女は何なんだ？今ダンジョンで何が起きている？君は何を隠してる？君の真意は何だ？全てを話そう、ヘスティア。リリ殿、本当にここで？あ、間違いありません。ここで会っているはずです。何もない？クソ、ギルドは俺たちに何をさせたいんだ？え、ウィーネ？聞こえる？本当だ、聞こえる。これはどこから？迷宮に響く歌。呼んでるの？この先に進めってことか。リリ殿、ここは？地図には載っていません。未開拓領域です。ベル様？ミコトさん、モンスターはいますか？自分は感知できていません。見られている。気をつけてください。Hello there. あれは？あんた嫌がる。明かりゴケです。なんだこれは。そうしたモンスター
このモンスターたちもウィーネ殿を。Care about Vine enough to hug her? Try to protect her? Trying to cast her out, how dare you! Sasseru ka! Sassemasen! Lily literally runs hot and cold with Vine. Victory! They look so confused. How is you laughing like a madman? Omoshire. Konna boukensha ni wa atta koto ga nee yo. だから言ったでしょ、リド。彼らは違うと。おい、お前。またお会いしましたね、お二方。レイ、確かにお前の言う通りだった。この冒険者たちは違う。悪かったな。あんたたちを試してた。試す？なあ。知りたかったんだ。同胞をかくまっている冒険者がどういう連中か。
危なくなったら見捨てたりしないか。怖がらせたし、怪我もさせちまったな。すまなかった。Yeah, I think you went a bit too far with that one there. 改めて言わせてくれ。今まで同胞を守ってくれてありがとう。彼らの存在がいつより発生したかは定かではない。だが、その存在を観測し、接触して以降、我らは保護という名目で彼らの支援を行っている。支援？モンスターはギルドが？何を考えて？そうだ。お前たちがあの竜の娘を保護したのと同じ。今回のミッションの目的は彼女を仲間のもとへと送り届けることだった。じゃあ、ベル君たちは今頃。The Lair of the Xenos。ああ、無事であるならば、彼らの隠れ里にたどり着いている頃だ。明かりをつけろ、お前ら！こんなにも多くの、はあ、俺っちはリド。え？見ての通りリザードマンだ。はじめまして、ベルクラネル。なあ、ベルッチって呼んでもいいか？ベルッチ。あ、え、どうぞ。ベルッチ。あ、はい。握手。Come on, Belle, you're the leader. Gotta make nice. Belle-sama? Travine, after all. Come on. よろしく。なあ、よろしくな。できて光栄です。ご挨拶させてください。私も。いやちょっと。彼女は喋れないのですが、気に入られましたね、地上のお方。フィア、愛してる。彼女ってメス。名前を聞かせてもらっていいですか？ウィーネ。とてもいい名前ですね。
はじめまして、新たな同胞。同胞？ええ、ここではあなたを虐げる者はいません。私たちはあなたを歓迎します。教えてください、あなたたちは、ウィーネは何なんですか？私たちは異端と呼ばれるもの。俺っちたちの名はゼノスだ。ゼノス。そうだ、リチを備えたモンスター。我々は彼らをそう呼んでいる。そしてヘスティア、お前とその眷属は彼らと我々の希望なのだ。希望？人類とモンスター、その共存の道への架け橋だ。Oh, come on! That's a short episode! No! That was 7 parts. If I do this next one, that'll be over an hour. Okay, you know what? This next one's just 5 parts. It's all story except for one boss fight. So, this is just pure story. It's probably definitely gonna reach an hour. メシだ！酒だ！どんどん出せ！新しい同胞と初めての人間の客がやってきた今日を祝って！うわあ！ああ。夢か、これは。ね、totally not a dream。おお、つねって差し上げましょうか。それでね、その時ベルが助けてくれたんだよ。そうですか、ベルさんは本当に変わって、いえ、お優しいのですね。変わってってベルッチ。ベルッチ、遠慮しないでどんどん食えよ。この近くで取れたものだ。地上じゃ珍しいもんらしいぜ。あ、おいしい。だろ？あの、さっきは思いっきり殴っちゃってすみません。なーに、お互い様だろう。あの、その装備ってやっぱり冒険者から？ああ、何も知らないで俺っちを襲ってきた冒険者の獲物だ。ベルッチたちもモンスターを倒したら爪や牙を持って帰るだろ？それはそうですね。人間の武器ってすげえよな。そこら辺に生えてる花や草なんかよりよっぽど切れるし、勝て。俺っちたちには作れねえよ。おう。
リド、こんなくだらないことはやめさせろ。所詮その者たちは人間だ。信じるに値しない。まだ言ってるのかよ、グロス。ベルッチたちがずっとウィーネのことを守ってたの、フェルスから聞いてるだろ。それでもお前らが納得できないって言うから、あんな荒っぽいことをしたんだぞ。ふん。悪いな。俺っちたちもいろいろあってよ。ここに人間が来るって聞いて、みんな神経質になってたんだ。いえ。ベルチたちは他の冒険者と違うって、あいつらも分かってるはずなんだけどよ。おい、それより本当なのか？お前らのことギルドが知ってるってのは。なあ、俺っちたちの正体がバレないよう手を回してもらったり、たまに武器や食料とか、だいぶ前から助けてもらってる。ギルドっていうより、ウラノスって神様とだな。ギルドにいる人間も、俺っちたちのことは知らないらしいぜ。じゃあ、今回リリたちが受けた、ここに来るためのミッションも。ウラノス様たちから持ちかけられて、俺っちたちも飲んだ。同胞をかくまう人間たちを見極めるためにってな。ギルドの主神に試されたってわけか。でもベルッチたちのことを聞いてちょっと期待してたんだ。もしかしたら何かが変わるんじゃないかって。人とモンスターの共存だなんて、自分が何を言ってるのか分かっているのか、ウラノス。無論だ。人とモンスターが相入れないのは古代からの宿命だ。それなのに、ゼノスは本能のままに襲いかかるのではない。人との対話を望んでいる。その爪と牙ではなく、言葉と理性を持って訴えているのだ。地上に出たいと、子供たちを、人間を知りたいと。理性を宿すゼノスはモンスターにさえ襲われる。阻害と排斥だ。彼らの居場所は迷宮にも存在しない。モンスターであるから葬り去る選択は容易だ。しかし彼らは意志を備え、それを伝える術を持っている。我々の子供たちと同じように、彼らの慟哭を受け付けず滅ぼすことはもはや私にはできそうにない。本気でモンスターとの融和を図るつもりかい？ああ、だが子供たちとの共存を目指すのであれば、我々はモンスターの存在意義を問いたださねばならない。つまり人間にモンスターの存在価値を認めさせる架け橋がベル君たちだっていうのかい？それを見極めたい。共感はするよ。でも今の立場が知れたら、僕の眷属はこの町から居場所を失う。ゼノスと同じようにね。承知はしている。全ては私の独断だ。そうか、気づかれたか。申し訳ありません。尾行を悟られたようです。なかなかの勘の良さじゃないか、イケロスの子は。ディックス・ペルディクス、二つ名はヘイザー。ファミリアの団長にして
10年前の時点ですでにレベル4です。それで彼らは散り散りに逃げられ追い切れませんでした。地上に戻っているのか、あるいは遠くないうちに何か仕掛けてくるぞ。中層から目を離すなよ。やあ、腹立つぜ。あのままリトルルーキーどもを尾行できりゃ化け物どもの巣も見つかったのに。仕方ねえだろ、ヘルメスファミリアを巻くので精一杯だ。あのクソが妙手引っ張りやがって。しかし面倒だな、化け物の密輸がバレてるとなるとギルドまで相手にしなきゃならなくなるぞ。どうする、ディックス。あそこで仕掛けてこなかったってことは戦力はこっちが上だ。それにやめられるかよ、こんな面白いこと。狩りは続行だ。これはまた予想の斜め上を行く展開になっているようだ。フェルズ、来たか。フェルズ、ウィーネ君やゼノスのことをヘルメスも知っているとして、他は僕らだけかい。いや、神々ではもう一柱、ガネーシャも。ガネーシャ？ Oh boy、ガネーシャだ。俺がガネーシャだだだだだだだ。Yeah yeah yeah。Why？ じゃあもしかしてモンスターフィリアは？モンスターに対する人々の抵抗を緩和させるため、ガネーシャに依頼して開催させている。協力を得るため彼には全て話した。嘘だろう、今日聞いた中で一番驚いた。ああ見えて口の固い神だ。しかし、そんな前からモンスターと人間の融和が計画されていたとはね。まずは、はじめましてと言っておこう。私はフェルツ。ウラノスとリドたちゼノスの連絡役を主に務めている。この7日間、君たちと竜の少女の行動を見守らせてもらった。あなたが？フェルズはあちこちに目があるんだ。これで俺っちたちともいつでも連絡ができる。フェルズ様もモンスターなのですか？いや、フェルズは人間だ。正しくは元人間だ。え？ Gonna do a face reveal? 君たちにも見せておこう。おい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 、モンスタースパルトイ。言っただろう、元人間だと。それってどういう。フェルズは賢者さ、すげえ魔術師なんだ。賢者ってかの魔法大国で賢者の石、永遠の命の生成にただ一人成功したというあの賢者。おお、その賢者じゃねえかな。そう、私は賢者と呼ばれた者の慣れの果て。無限の知識を求めるあまり永遠の命に執着し、不死と蘇生の秘宝を編み出したものの、
生きる亡霊と化した。今は愚かなる者フェルズを名乗っている。ウラノスの下で時代の趨勢を観測させてもらっているのさ。リドたちと私が接触したのはもう15年以上も前になる。我々は彼らをゼノスと呼び、同じ名前の共同体が作られた。ダンジョンで生まれた彼らの同胞を保護し、共に暮らすための組織だ。それからは他のモンスターに見つからないように迷宮の中を移動しながら共に暮らしているのです。新しい同胞を探しながら。共に暮らすって、このルームからはモンスターは生まれないのですか？お、いいとこに気づいたな、リリッチー。リリッチー、リリッチここは冒険者に発見されてない未開拓領域で、モンスターも生まないセーフティーポイントなんだ。俺っちたちは隠れ里って呼んでる。ダンジョンはいくつかこういう場所がある。そうだったんですか。うん。ここにいるゼノスは40体ほど。中でもリドやレイ、グロスはサイコ3メンバーだ。じゃあお前が盗賊なのか。ああ、そして一番強いのも俺っちだと言いたいところだけど、最近仲間になった新入りにあっという間に抜かされちまって。そうなのか。ああ、今も真相に一人で武者修行に行っちまってる。ますます強くなるつもりだぜ。Oh, he is. Gets anything more, but yeah, he is. でも、フェルズ様、あなた方はなぜゼノスの方々を支援されるのですか？彼らの立場で支援が必要な理由がありません。危険はあれど、このダンジョンで十分生きていける。フェルズ様とつながることでゼノスの方々は何を求めているのです？地上への進出、それが私たちの願いです。夢を見るんだ。真っ赤な光がでけえ岩の向こうに沈んでいく夢を。ここにはない空が赤くないちまうくらいに赤く染まっていって。それって夕焼け？地上に出たことがあるのか？いや、一度もね。だから俺っちはひょっとしたら、前に生きてた時は空の見える場所にいたのかもな。前に生きてたって。 Yeah, past life. ベルッチ、ウィーネはすぐに言葉を覚えたんだろ？Like before, you know, Orario came to be. ここには喋れる奴も喋れない奴もいる。喋れる奴はなぜかあっという間に言葉を覚えちまうんだ。それこそ前に話していたことを思い出すみたいに。体が寒くなっていくの。胸に穴が開いたみたいに空っぽになって、あの人たちがすごく綺麗に見えて。強烈な憧憬。彼らが胸に秘める思いは様々だ。だが人類、あるいは地上への強烈な憧れだけは共通している。俺っちはあの夕焼けがもう一度見たい。私は光の世界で羽ばたいてみたい。誰も抱きしめられない翼の代わりに。
愛する誰かに抱きしめられたい。分かってるんだ。俺っちたちは日陰者だ。中途半端で人からもモンスターからも嫌われる。この場所だってもしかしたら俺っちたちのために母ちゃんが用意してくれたんじゃないかって思うんだよ。母ちゃん？ The dungeon。 私たちを産んだダンジョンのことです。お、私たちは同族に襲われ命を狙われる。ですが同時に母なる迷宮によって存在することを許されている。そう思うことがあります。だからさ、今日ベルッチたちと会えて嬉しかったんだ。協力してほしいとかそういうことじゃねえんだ。ただ俺っちたちを受け入れてくれる人間がいたってことが。ベルッチたちに出会えてよかったぜ。ウラノス、最後に一つだけ質問させてくれ。なんだ？ダンジョンで一体何が起こっている？彼らゼノスが生まれてくる理由を知っているのか？モンスターは死後どうなると思う？なんだって？子供たちの魂は天界へ帰り、再びこの下界で生を受ける。ではモンスターの魂はどこに向かうと思う？まさか。モンスターの魂は母なる迷宮へと帰り、そして再び姿形を変え迷宮の奥で生まれ落ちる。モンスターの輪廻転生。これは憶測に過ぎ、しかし私の確信でもある。幾千の歳月と無数の生まれ変わりを経て、積み重なった願望と未練が魂の在り方を変えようとしている。一体なぜ？モンスターの強い憧憬か、あるいはダンジョンの意志か。今日は本当にありがとうございました。会えてよかったです。こちらこそ。ベルッチ、これ知ってるか？モンスターの魔石？あん。俺っちたちは問答無用に他のモンスターから襲われる。俺っちたちも生きるためにモンスターを殺す。こうして魔石を食って強化師として力をつける。Essentially saying, don't feel bad about protecting yourselves. だからモンスターを殺すことをためらわないでくれ。俺っちたちに気を使って迷わないでくれ。躊躇したらベルッチが死んじまう。絶対死なないでくれ。また会いたい。For the part I hate. お前はこっちだ、ウィーネ。やだ、下ろしてよ。ダメだ、お前は俺っちたちと一緒だ。いや、ベルと一緒がいい。お前が一緒にいると。ベルッチたちが泣く羽目になるんだぞ。地上でひどい目に遭ったのでしょう。それが今度はベルさんたちにも向けられるようになってしま
俺っちたちはまだ地上では生きられない。でもここならお前をいじめるやつもいない。一緒にここで暮らすんだ。ベル、私、じゃあな、ベルッチ。ベル！ベル！会えるから！また会えるから！I hate that so much. Kaerimashita. Okaeri, Beru-kun, minna. Kami-sama. Dungeon te nan nan desu ka? Dungeon wa dungeon da yo.そろそろ出発しますよ、いいね。遅いぞ、いいね。先発隊との合流時間に間に合わなくなってしまう。ごめんなさい。グズグズするな。お、移動中何が起こるかわからん。新たな里に着くまで絶対に気を抜くな。はい。わあ。移動するの？誰かに見つかっちゃったの？万が一の襲撃を警戒して場所を変えるんだ。それに同じ場所にずっといると食べるものもなくなってしまいますし。そっか、みことのご飯美味しかったな。大丈夫ですよ、あの地上のお方、ベルさんたちにはきっとまた会えます。まだそんなことを言ってるのか。あの人間どものことは忘れろ。ウィーネ、お前にとって害にしかならん。Pull your jets, Rania. ラーニャはベルたちのことが嫌いなの。ベルも春姫も神様も優しかったよ。そんなものはただの気まぐれだ。無知なんだお前は。人間たちの残虐さも狡猾さも分かってない。聞こえる、誰かの泣いてる声が。助けてって。同胞の声なのか。すごい苦しんでる。すぐ助けてあげないと。どうしますか、ラーニェ。この様子では一刻を争う。行くぞ。ああ、私にも聞こえる。グロス、聞こえるか。新しい同胞を救出に行く。合流地点で待っていてくれ。待て、ラニー。お前たちだけでは危険だ。すぐに応援に行く。Listen to グロス。
この声を聞かせられては待ってなどいられん。ストップ。ラーニー、ダメだ。我らの可能性が。本当に泣けるじゃねえか、モンスターってのはよ。うん。I really hate you. 冒険者。待ち伏せ。まったく狙い通りだぜ。耳のいいビーブルをおびき寄せるには。ギャーギャーわめくセイレーンがもってこいだ。貴様ら、ゲーム。バード。 See what happens when you don't listen to good old stuff? バカ野郎グラ、中身が売り物になるモンスターだったらどうする？悪いディックス、つい。思ったより少ねえな。拍子抜けだぜ。こりゃ使う必要はねえか。よし。And that's the end of it. Wow, yeah, left it on a cliffhanger. I am so happy I continued right now. Oh boy. I should have guessed by the fact it said hunting signal which part that was.Okay, well, either way, thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next one. Where things are gonna be going very, very badly. Yeah. Diksu, I hate him so much. And his character's only gonna get worse from here. So, yeah.I need to go and edit, so I will see you guys in the next episode. Where we will start with a 11 draw ticket, which I should be able to get from the event that's currently going on if I can finish the hard mode. I should be able to. So until then, I will see you guys later, and also, Einature. Daisuki. So sad that you can't actually click on them to have them talk like Nikkei does. So sad.